この時間は日替わりコメンテーターによる解説で日々のニュースを掘り下げるブラッシュアップ。毎週木曜日は RKB 報道部の記者が週替わりで担当します。今日は今林隆文さんです。改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。ま,すまあ今日はもうやっぱり衆院選の話題ということになると思いますが、福岡は終わってみると11の選挙区で7つの議席を自民党、2>, うん、2つを立憲民主党、1つを日本維新の会、そして1つが無所属という結果になりましたけども。はい、まあ争点としてはやっぱり政治と金、ね、 ね、そうですね、政治とかね裏金問題ですね、うん、それに対するこう自民党がどう説明してきたのかっていうのが問われた選挙になりました、うん、その中で、まあ、特にその渦中にいたとされる2人が明暗を分ける形になったのが、福岡4区と11区、まあうん、11区では波乱が起きましたねそうですねあの、いわゆるジャイアントキリングですね、うん、大物グいといわれるような、全国的にも注目された選挙区だったんですけど、えー、まあ、あのまあ 東京でもですね、存在感を、より増していた武田亮太さんが敗れるという、全国的に驚きを持って受け止められた結果になりました。ねね、閣僚経験者でもある武田亮太さん、まあ、非常にその地盤も強固とされていたので、まあ、優位に進めていくのかなと思いきや、この足元を救われる形になったっていう、その背景は何だったんでしょうか、ね。 まあ私たちは3つの原因があった、3つの敗因ですね、敗因があったと見てるんですが、まずはまず、その裏金問題の説明が十分だったのかっていう点なんですよね、武田さんですね、序盤の選挙戦の街頭演説で,で、今回、自民党から発した事案により、自民党から発した事案により、国民の政治不信を招くに至りましたことを、本当に心から申し訳なく思っておりますと。 どうそれ、てどう思われます客観的に見てるなあっていう、うん、人にそうなんですね、実際、話を聞いた有権者の方も、ま,あ、まさにおっしゃるように、人事ごとのように聞こえるとおっしゃってまして、うんまあ、当然、当事者である武田さんがそういう発言をするっていうことに対して、こう、うん、違和感を感じて、有権者がいらっしゃったのも事実です、うん、でこ,うこういうです、ねまあ、このお詫び、いわゆるお詫びも、ですね、うん、選挙戦の中盤から終盤にかけては、もう一切触れ,触れられなくなる。 もう言わなくなってしまうっていう現象がありまして、まああの説明が十分だったのかな、有権者が納得できたのかなっていうのは、非常に疑問を感じました本人としては、切り離したいっていう感じだったんですか、ね、そうですね、まあでも序盤は街頭演説の冒頭に言ってたんですけども、<ー>もしかしたら、接戦だと伝えられた情勢が伝わって以降ですね。うんうんうん そういうふうに変化していったのかなと,か、ね、ということもあるかなと思いますあでは、2つ目の2つ目は、ですねこれもあの説明問題、説明責任ということに言えると思うんですけど、<う>統一教会問題、ああもう武田さんもこの当事者の一人だったんですけど、まあ、RKB としては、ですねあの事実関係について質問状なども送ったんですが、まあ、なんか。あの 個別の質問には答えないという、うそういう対応だったんですね。ええ、まあ、ここでも十分に説明しないということが、有権者の目には映っていたんではないでしょうかうまあこの旧統一教会との問題っていうのも、前回の衆院選のこの3年間の間に起きた、発覚したことでしたよねう、はいはい、そうですね、あの最近、まあ、今回も政治と金の問題がクローズアップされて、そればかりに目がいってたんですが、はい、やはりこの 旧統一教会問題も、有権者が自民党に対するこう不信の目を持っているというところがあったんで、んでね、まあどれだけその、まあ、疑惑が本当にあったのかなかったのか、ご自身の口でどう説明していたのかっていうのが、まあ有権者の今回の判断材料にもなったのではないかなと思います,す、ね、それが2つ目、はい、では3つ目。3つ目はですね、あ<ー>あの全国的にまあ自民党の逆風がある中で、11区はちょっと特殊な事情がありまして、<う>それはですね、あのまあ、 選挙を取り仕切るの選対本部長という役職、はい、まあ大体地元の政治家が務められるんですけど、ええ、今回は県議会議員が務められたんですが、<い>前回、まあ、かつてはですね、武田さんの選対本部長を務めていたのが、うん、大東町の長原常治町長です。うん、で、長原町長をめぐっては、情報公開をめぐる不透明な対応などが指摘されていまして、まあ、RKB の取材でも、武田亮太さんの秘書が関わっている問題、情報公開を、 あのどういう内容があったっていうのを、秘書が知ってたっていうことがありましてうん、うんそ、秘書とされる人物からそういう電話がかかってきたということがありまして、その問題についても RKB としては、武田亮太さんの事務所にまあお尋ねしたんですが、やはり返ってきた内容は、個別の質問には答えない、で、まあ、本件については一切関与しておりませんという、通り一辺との回答だけだった。うんうんうん ということで、まあ、ここでもやはり十分な説明、まあ、疑惑がないなら疑惑がないということをちゃんと説明いただければいいだけの話なんですけど、まあ、個別の質問には答えないという姿勢があった、まあ、そういう部分で,です、ね、そのまあ、地元ではです、ねあのぜえー、田川市長選挙というのが去年ありまして、はいしね、その時も武田さんが支援してた現職が落選するということがありました。その背景にもやはりその 大東町も含めた田川地区の不透明な状況に対する有権者の判断、それであのクリーンな政治を訴える、クリーンな行政を訴えた村上市長が誕生したっていうのがあるんですが、今回もやっぱりそういうク,レクリーンな政治を求める動きっていうのが、この11区では一つありまして、勝利した村上智信さんもクリーンな政治を求めるとして。 その点を訴えていたのが、有権者の支持を得たのではないかなと思われなるほどですね、ただ、その注目の選挙区だったわけなんですけど、RKB の、まあ、テレビの選挙特別番組の方では、はい、事務所の外から中継するっていうね、そうなんですねあの事務所の、極めて異例の、うんまあ、中継になったということなんですが、はい、あの当日にですね、武田亮太さんの事務所の秘書からですね、あの RKB は中継もさせないと、させないと、うんまあ、取材もダメだめだということで、うんまあ、敷地に入ることはできなくなりました、うん、その理由がですね、25日金曜日に放送した、はいあのー、選挙情勢を伝えるニュース番組の内容に対してなんですが、うんまあ、不記載と表現したことに対する、うんまあ、事務所からの抗議だったんですが、うんうんえー 11区の情勢で新聞、はい、テレビ各社、<ー>みんな、ここも区切祭と伝えているところもと伝えていて、まあ、RKB にだけなぜそういう対応をしてきたのかっていうところは、竹、うんまあ、田亮太さんの陣営にしか分からないんですが、うんまあ、全国的に見ても、こういう選挙の報道を拒否する、うんまあ、開票の声は、うん、を有権者に伝えることを拒否するっていうのは、極めて異例ですし、うん、まあ。 我々当然、あのはい、有権者に伝える義務があるわけですしです、ね、報道の自由ということもありますし、はい、有権者に、うん、お届けするという、うんまあ、義務を果たせないようにするという対応は非常に疑問でしたねそういう対応をしてしまうとまたそれをどう見られるのか。 とそうですね、まあ我々としては、まあ、武田涼太さんの事務所から中継できませんということを、そのままお伝えするだけになってしまいまし、うんまあ、言わないと、視聴者の方もなんでだろうってないう疑問を、ね、なんで外でやってるんだろうって、ことになるんで、それをお伝えするだけで、まあその、そういう取材拒否をしてるっていうことが、果たして有権者にどう映るのかっていうところを、そこまで考えてるのかなというところは、すごく疑問に感じました。うんうん 結、えー、有権者が、まあ、審判を下すということになって、11区の結果になったということですけども、はい、一方、明、まあ、案の分かれたというふうに冒頭で言いましたけども、まあ、その11区が案だとしたら、明になったのは福岡4区、ね。そうですね、あの同じ旧二階派に所属する宮内秀樹さん、武田亮太さんとも非常に親しいという、はい、あの国会議員なんですけど、ええ、宮内さんはまず、 まあ、裏金問題が発覚した直後に地元で記者会見を開きました正直言うと本人にとっては答えにくい質問も飛び交ってはいましたが、うんまあ、一応、記者会見を開いてちゃんと説明をしたと、うん、で選挙期間中も、うんまあ、最初から最後まで街頭演説も含めて裏金問題の釈明は続けていました、うんまあ、その釈明が十分だったのか不十分だったのかは当然は有権者の判断にはなるんですが少なくともこう裏金問題を、うん について説明するという姿勢はずっと取っていました。はい、まあそこがその説明する姿勢というのが明暗にもしかしたら分かれた要素の一つかもしれません。うん、その後の選挙活動、特にまあ15日の公示以降の選挙活動でもやはりこうお詫びを常にしていたんですかね。そうですね。あの選挙戦でもやはりその。 街頭演説でもそこの点で釈明は続けていて、えー、まあずっとあ<ー>あの、担当記者によるともずっと釈明は続けていたということですので、まあ説明しようという姿勢は見せていたという選挙戦だったと思います。なるほどですね、まあ、その辺のの辺差もあったのか、うんまあ 旧二派にに同じく所属するる人でで明暗分かれる形になったとということで今日はこの時間はですね、さっき行われました、えー、衆議院選挙の福岡の選挙区、注目の4区、11区について今林記者に伝えてもらいました。今林さんありがとうございました。ありがとうございました。